ワッサーにログインしたら一言を投稿しましょう。投稿欄に文章を入力します。投稿をクリックしてください。みんなの一言に投稿した内容が表示されました。絵文字パレットをクリックすると、豊富な種類の絵文字が使えるようになります。 カラーパレットをクリックすると文章の色を変更できるようになります。これらのパレットを使って一言を投稿してみましょう。絵文字パレットから使いたい絵文字を選択します。色を変更したい文章をドラッグして選択し、 セットから好きな色を選択します。投稿をクリックしてください。絵文字が表示され、文章も指定した色で表示されました。このように、Wasser では気軽に簡単に一言を投稿できます。